大野台駅は、秋田県北秋田市上杉屋座金沢にある、秋田内陸縦貫鉄道は北内陸線の駅。同駅周辺にはもともと10個ほどの集落が存在するのみの駅であった。同集落の小学生は、愛川東小学校まで農道を経由し徒歩で通学していたが、当期は間接により通行が不能となり、線路上を歩くほかなかった。 駅開業の2年前の1963年に同校の小学生が走行中の蒸気機関車に石を投げる事件が発生し、このことが社会問題として青少年問題協議会で取り上げられた。このことを受け、相川町長の畠山義郎は、秋田鉄道管理局に駅設置の陳情を行ったが、秋田鉄路管理局の総務課長直々に断られる。しかしながら、 将来的な乗客増加が見込めるなら考えるという線までこぎつけた。そこで、大野台の別地区に建てようとしていた障害者施設、愛生園を、鉄道駅建設を条件に当初予定地より、北側の金沢集落近辺に計画変更することによって、大野台駅は建設されることとなった。駅開業の約半年後の百六十五年十月に完成した。 愛生園は、その後拡大を重ね、現在では、大野台の里全体で1000人規模となっている。出入り口端式ホーム一面一線を有する地上駅。無人駅で、駅舎はないが、ホーム上に、待合所が設置されている。駅前路線バス、大野台駅前バス停 ABCDEFG、無人駅兄号線、大野台駅。 秋田伊佐新報、P2 畑山2013、P78、須の内1995、P114、須の内1995、P117、須の内1995、P119、須の内1995、P120、畑山2013、P83、国土数値情報統計情報リサーチ、2020年8月30日、 閲覧国土数値情報国土交通省2021年3月9日閲覧ありがとうございます。